コータルズチャンネル、はい、ということで始まりました。今日はですね、やっとオーブが400個80連分ですね、たまったので、リゼロコラボガチャやっと引きたいと思います。まずは特玉5個あるんで引いていきたいなと思います。まあ、本当に1回も引いてないんで、星4号も止まると思うんですけど、まあ、やっていきましょう。はい、あ、そうですね、かわいい。でもこの子男の子なんですよね、実は。え、こんなことある？こんなん初めてだよ。これは嘘だよ。一気にラック25、フェリス。クルシュ。いや、こんなことないでしょ、普通。せめてさ、ベアコ出てよ。いや、ベアコを90にしたいよ、そしたら。いやー、フェリスも使えるのかな、わかんないですけど。もう、地下とかいるから、星5はもう、キャパオーバー。キャパオーバーってなんだ。もういや、実はエビスが来てるんですよね。そんだけ遅くに引いてるっていう。ラック25。いきなり5連で25。まあ気を取り直してね、引いていきたいなと思いますけど。ラム、レム、エミリアタン。まあどれも欲しいですけどね。でも必須って感じもしないですけど、もう、でもリゼロ見たんで、全部っても2期ですけど、なかなかに強烈な内容でしたけどね。もう1期の途中とかもこっちが闇予想になりましたけど、でもそれ以降どんどん面白くなってね、ぜひ皆さんも見てほしいなと思いますけど、とりあえず引いていきましょう。最大で80連できます。まあその前に3体出てほしいですけど。お、あー、ベアコね。それはベアコ、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 どんどんベ、え？なんか似てる2人出ましたけど、それに挟まれたフェリスみたい。レストレードとアンソニー D、 これに挟まれてるのかわいそうだな、なんか。はい、気を取り直してね、もう10連やっていきましょう。もう星656出なかったらベアコがラック上がってほしい。はい、お、ナイスベアコ。おー、ベアコ、ベアコは出たけど、ベアコは出たけど、はい、気を取り直して、いやー、出てほしいな。今日は一応エミリアタンのピックアップの日なんですけど、まあ、別に何でもいいかなと思って、まあ一応ラムが欲しいですけどね、一番。ラムじゃない、レムか。まあ、ラム、キャラ的にはラムが一番可愛いと思ってるんで、
一番欲しいんですけどね。お、来たか。おお、一番可愛いの来た。愛は伝えるべきですね。伝えたら来た。お、星玉ちゃん。星玉ちゃん。さあ来い。星玉ちゃん。ラム。レム。新しめの人。新しめのキャラ出てこない。ガリーナ。ガリーナはどこで使ってんの？重力飛行魔法陣。鳥族。鳥族って他にいるの？チャンバラとか違うか、わかんないけど。出へんな。確定とか欲しいな。おお！って言ってたら2回転。誰だろう。3体。誰だ。レム。止まれ。お、止まった。エミリアさん。EMT。おお。スタンプのエミリアさん。エミリアさん。名前変わるんですね。進化後に。むつむねみつ。エミリア店出ましたね。あと、レムだけ。レムだけって思ったんだけど。レムの日に、ビッグアップの日に弾こうかな。そういえば。つってももう最終日しか可能性ないんですけど。どうしようかな。迷う。もう引いちゃおうかな。いやー、もっと来たいな、レム。やっぱリゼロちゃんと見たしな。やっぱこの一途なレムちゃんの、迷う。ヨーヨー弾。いや、やっぱり最終日待ちましょうかね。最終日待ってピックアップのレムを引くと、でベアコもランク90すると。ではでは、また追いガチャで。また。